鳥取県立博物館公認のティラノサウルスを決めちゃおうじゃないかということなんです。鳥取県は大山町で行われたティラノサウルスレース、それはもうすごい話題になりました。それのもっともっとこのティラノサウルスのコンテストで話題をさらってやろうじゃないかと、今日はこれだけのティラノサウルスが集まったわけです。の自由ですよね。さあ、意気揚々と集まってきたこのティラノサウルスたちがどんな演技を披露してくれるのか、ぜひお楽しみになさってください。今日は13組のですね、ティラノサウルスがそれぞれに演技を披露してくれます。皆さんの投票も大切な鍵となります。投票の準備をぜひなさってください。 QR コードで投票用のフォームに飛ぶことができます。受付などで黄緑色の T シャツを着ております、この博士 T シャツを着ているスタッフにお気軽にお声掛けください。さあ、ザウルスたちはとっても熱いと思いますので、開会式を進めてまいりたいと思います。QR コード受付にて、配布しております。受付、ちびとりの T シャツを着たスタッフがいますけれども、彼女らが持っておりますので、ぜひ受け取ってください。今日の公式公認のティラノサウルスを決めるのは皆さんの一票です。ぜひご参加ください。では間もなく開会式を始めます。出られる人じゃない。あたりレースちょっと出ようかと思って。